どうもこんにちは、鉄道好きさですでーす。今日は愛媛県の博物館、鉄道歴史パークの博物館に来ております。ゼロ系やオラがしてないディーゼル車などが展示されているところです。では早速行ってみましょう。電気の電車についているパンダグラフを知っていますか？新幹線にもついています。新幹線はなんでパンダグラフがついているでしょう？制限時間は2秒。終了はさすがに負けますね。それはなんと電車の走る上にある電線のそこから電気をもらっているんです。では後ろのスリーギーストレインの車内に行ってみましょう。今後ろにはスリーゲージトレインが止まっていますが、今日イベントのため特別に乗れるんです。では並んで乗ってみます。今日は特別にスリーゲージトレインの車内に入れました。おー、扇風機とクーラーで涼しい車内ですね。後ろには6534って書いてあります。後ろの電車は知らない電車が展示されています。あの汽車も知りません。あのディーゼル機関車も知りません。ご覧いただいたように四国にはさまざまな鉄道名所があります。機会があれば実際に列車に乗ってここで紹介した場所に足を運ばれてはいかがでしょうか？見たアンパンマン。本日もご来館ありがとうございます。今5両のアンパンマン潮風が瀬戸大橋を渡りました。気持ちいいな。次の駅。